ねえねえ、誰かさ、手相見てあげるよ。え、ほんと？そんな特技あったんだ。見て見て、私の見て。いいよ。ミッキーの手相はね、シワシワね。なんじゃそれ。だから、手相見るだけで占うとは言ってないでしょ。は川崎市の浦沢、冬美ちゃんの作品でした。はい、豚を差し上げます。はい、バチバチバチ。というわけで、水曜日はこのコーナー。ここまで討論会。はい、早速おはがきを読みたいと思います。ごめん、怖い。ごめん、はがき読んじゃったの。一人で先に笑ってます。いきます、ペンネームファイヤー55ラブリーリエコさんからありがとう。ここの皆さん、こんばんは。ありがとう。こんばんは。実は僕、とてつもない夢を見てしまったんです。しかも2つも。1つは悪い奴らに追いかけられているリエちゃんを連れて山の奥まで逃げ回ってしまった夢、それと写真集の中の黄色い服でベッドの上に寝そべっているハネピーが僕の前でいきなり全裸になってしまった夢。なぜかプロポーションがとっても良かった。というわけで皆さん、夢のいろいろについて討論してください。なんじゃこりゃ。 PS、 いい夢を見られる方法なんかを知っていたらそれもお願いします。エリちゃん、プロポーション良かったんだ。ナイスバディだ。ナイスバディ。ナイスバディ。さすが夢だね。夢夢ね、よ、皆さん夢とか見ますか？見る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 。でも見ても覚えてないことのが多いんだよ。多い、私も。よくさ、どうしたの？なんかマキちゃんさっきから怖いよね、今日ね。ねえ、おかしいね。いやさ、あの夢ってさ、でもさ、思い出そうと思うと思い出せるよね。あ、なんだっけなんだっけと。と浮かぶない。あー、そういう時もあるね。けど、確かに私大抵ダメだな。一回眠ってて起きるじゃない、それで、あ、さっきの夢ってすっごい良かったんだけど、もう一回見たいなと思って続き見れるよね。見れないよ。続き見れないよ。そういういい夢があった時に、続きが見たいと思って、その前までのストーリーを全部ね、あらすじにして思い出すの。それで、寝ようと思って寝るんだけど、全然違う夢だったよ。寝てて起きるじゃない？ふっと起きて、あ、もったいないと思って、もう一回寝たら同じ夢の続き見ようと思うでしょ？見れるよ。本当？見れないよ。見れないよ。私だって本当に超怖い夢でね、もう見たくないと思ったのね。そうしたら、なんか知んないけど、急にいい夢で、また見たいと思ってもう一回寝たんだけど、また怖い夢に変わっちゃったとかあったよ。あら、私でもね、なんか寝る前とかに、例えばテレビとかで見て、すごい印象深いって残った人いるでしょ。必ずその人が変な役で夢に出てくる。私もある。だからその時、本当にエリちゃんとかが、あのみんなね、ここのメンバーとかが印象に残ると、本当その日に夢のネストーリーの中が出てくる。出てくるんだけど、例えばみんなが出てくるとしたら、機械人間とかで出てきたりね。出たくない。私私もやめて。私出たくない、そんな夢に。私とりあえずみんな人間で出てきたの。でもさ、夢ってさ、追いかけられたりとかしてさ、走ってもさ、なかなか走れないよね。バタバタしない、すっごいさ、足とか腰とか重くてさ、走れなかったりとかさ、階段とか降りるんだけど、なんかさ、きちんと降りてないってガラ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 って落ちてるような感じ。なんかこう、足がすくんじゃってて動かないっていうの、夢の中で。あと夢見てさ、泣いたり笑ったりとかすると、笑ってたり泣いてたりとかする。するんだよ。朝起きてさ、すっごい悲しい夢とか見たりとかしてさ、朝パッて起きるとさ、すんごい泣いてる時とかない？あるある。家で寝ててお姉ちゃんが来てたのね。お姉ちゃんがやってくれたよ。お姉ちゃんが、一緒にさ、隣で寝ててさ、最初普通に寝てたんだけど、いきなりさ、こうパッてこう起き上がって、私寝つけなくてね、で夜中、パッて起き上がって、困ったよ、非常に困ったって、非常に困ったとか言って、え、何どうしたのとか言って、何どうしたのどうしたので、久しぶりにさ、お姉ちゃんうちに来てたからさ、夜ご飯でさ、ちょっとね、お酒とかを出したわけよ。それでさ、なんか気持ち悪いのかなと思って、大丈夫、トイレ行くって私が言ったら、困った、
とか言ってそのまままたバタンって横になってなんかよくわかんないけど姉ちゃんなんだけどそういうのこうやって一緒になんか話しててそのまま寝ちゃってね、うん、したら真夜中にね突然すっごい笑い出したの大笑いしだしたのねしたらもうやだふっくんたらちょっと時代を感じるでしょまだちょっと渋垣隊が全盛期の頃だったんだけどふっくんがどうのこうのとか言って笑い出してパッて起きたのね私おかしいじゃんどうしたのとか言ったらまだなんか夢の中に彼女はいたらしくてふっくんがさなわけないじゃんねって寝ちゃったんだけどなんだかなでも寝てる時のことはさみんなわかんないからさね、私だって半開きで目半開きで寝てるって言ってたもんそうそうよく、ねねまあ、寝言を言ってたら聞き流してもらいたいです ね、 ね、うん、はいてな感じであのこのコーナーではですね討論のテーマをお待ちしております宛先は郵便番号 100-87 日本放送「ここ声は大騒ぎ」ここまで討論会の係までです全部あげたろも私たちの目の前にあるものを何でもプレゼントしちゃおうじゃないの、うん、はい今日も昨日に引き続いてちっちゃなハートの絵が描いてあるクリップだよクリップかな あれかすごいね、すごいね、これはいいですはいというわけでまたまたちっちゃなハートの絵のクリップをあげちゃおうぜひともいただきたいという人はここの全部あげちゃう係までおはがきください必ず何が欲しいかちゃんと書いてくださいねそれではまた明日バイバイ